はい、というわけでやってまいりました。今日紹介するのはオープン。これ何これ、でかいっすね。しかもこれリンゴマークです。リンゴマーク、早速開けてみようと思います。いやいや、は出たー、きたー、 iPad Pro。 しかもですねこれ映りますかね、ほら、セルラーモデル、SIM フリーなんですね。 128GB、ゴールドを買いました。私ね、Apple Store でね、初めてね、買いましたね。やっぱりね、セルラーモデル、各キャリアあるんですけども、ちょっと SIM フリーというのをね、ちょっと今回体験したくてですね、どうしてもちょっと Apple Store でしか売ってないということでね、これね、今日ちょっと並んできた。これね、並んでるんですよ。最近 Apple Store ってすごいですね、人がすごい並んでて、オープンのね、5分ぐらい前に行ったんですけど、なんか行列ができてましたね。でもとりあえずね、入ってね、すぐ iPad Pro くるくるくるさいっていう感じでね、買いに行ったわけですよ。で、たまたまね、もう在庫がね、なんかなかったらしいんですけどね、今日はね、11月の、14日の土曜日なんですけども、各キャリアがね、ソフトバンクとか、au、ドコモが、今日からこのセルラー版を販売するということで、ひょっとしたらアップルストアの方で再入荷があるんじゃないかなということで行ったら、なんとそうです、今朝こちら入荷しましたということで、私運よく買うことはできましたね。で、これアップルペンシル、アップルペンシルは売ってるんですかと、キーボードですね、やっぱりね、品薄で売ってないということだったんですね。で、ペンシルとキーボードはなんかお試しコーナーがありまして、そこでね、ちょっとこの書かせてもらいましたね。その時の映像がこちらです。ほっ、コネクトさん、スマートコネクトっていう新しい技術を使っているので、Bluetooth 結構壊れてる、心配がない。これはこのキーボードでなくて、こっちで通常の今までみたいな、もちろんこちらもちろん。はい、どうですかね。すごいですよね、あれ。この二点透視法っていうんですかね、あんなも出てくるんですね。で、もちろん写真とかをこうはめ込んで、それをスケッチするっていうこともできますね。まあ真っ黒でしたけどね、こう色をね、写真の色もこう薄くしたり、まあ透明にしたり、まあちょっとレイヤーとかもねあってね、非常に使いやすそうでしたね。もう何しろね、サラサラって動くね、ペンの感じが良かったですね。はい、というわけで、開封編に続きます。続く！